アンナマリア・モーツァルト・パリ、聖ユスタシュ教会に残るアンナマリアが埋葬されたことを示す名盤アンナマリア・バルブルガ・モーツァルトは、レオポルト・モーツァルトの妻で、ボルフガングア・アマデウス・モーツァルトの母、旧姓ペルトル。国際的な名声のあるバイオリン教師と結婚し、大作曲家を息子に持った一方、彼女自身が、学祭に恵まれていたか否かは定かでない。 現在のザルツブルク州の小村ザンクトギルゲンの出身。4歳で父を失い、母と共にザルツブルクへ移る。1747年にレオポルトと結婚し、7人の子を設けるが、そのうち5人までが乳児のうちに亡くなっている。生き延びた2人の子供、ナンネルとボルフガングの指定は、幼くして学祭を発揮し、父親に連れられて子供時代から、 ヨーロッパ各地で演奏旅行を行った。アンナ・マリアは夫がザルツブルク大司教から外出許可を得られなかった場合を含めて何度か息子の旅行に同行しており、息子のパリ遠征に同行中に熱病を発して異国に隠しした。ボルフガングは父と姉にその日のうちに手紙を書いて送ったものの母のそのものは伝えず、友人のヨーゼフ・ブリンガー神父には、 率直に母の死を伝えている。ボルフガングが父へ真実を打ち明ける手紙を送ったのは6日後だったが、すでに先の手紙でレオポルトは事情を察していた。アンナ・マリアの亡骸は、聖ユスタシュ教会に埋葬されたが、1785年に同教会の墓地が撤去されて遺骨がカタコンブドパリへ移されたために墓は現存せず、教会に名板が残されている。アンナ・マリアの聖には、 その後娘ナンネル夫妻が暮らし、1983年になってモーツァルト博物館としてオープンしている。ありがとうございます。